眠たいなら、ほら、膝を貸してあげるわ。こんな私も成長しているってことさ。
死っていうのは残酷なくらい平等でね、生きていれば誰にでも訪れる。でもお前さんがしている経験はお前さんだけの生きた証なんだよ。そして幻想郷中がお前さんのそんな生にかけている。死神である私はお前さんの行く末を見守るつもりだよ。天人や仙人は死の運命から逃れるもの。建前上は私らの敵だ。でも割と自由にさせてるのが実態。なぜかって？それは秘密。おや、河川がいるな。